皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はトレーニングにおける理想のインターバル、セット間の休憩時間の長さについて解説していきます。インターバルの長さについてもですね、いろんな意見がありますよね。一昔前にね、よく言われてたのはインターバルは1分以内がいいと。1分以内のインターバルでやると成長ホルモンはたくさん出て筋肥大効果が高まるんで、1分以内のインターバルでやるのが筋肥大のためにはいいですよというふうに言われてたんですけども、まあこれが本当なのかどうかと、で違うのであればどれぐらいのインターバルが理想なのかということについて私の考えを解説させていただければと思います。結論から言いますと、私のおすすめのインターバル、セット間の休憩時間は3分から5分たっぷりとっていただくっていうのがおすすめなんですね。このね、一昔前によく言われてた60秒以内のインターバルだと成長ホルモンが出て筋肥大効果が高まるっていうのは最近ではね、否定されつつあります。ネガティブな意見の方が多いかなと思いますね。あまりそのトレーニング中のホルモン分泌っていうのは筋肥大に効果はないっていう考えの方が最近は主流です。そういう考えの方が強くなってます。逆にインターバルを3分から5分長く取った方が筋肥大効果が高まったっていうのは結構ね、根拠がしっかり出てきてるんですね。そういうのもあって、この長いインターバルっていうのが実は結構おすすめだったりします。筋肥大に一番大事な要素って1週間のトータルのボリュームなんですよね。ボリューム何かと言いますと、重量×回数×セット数の総量です。なのでより高重量でより高回数でより高セット数できれば筋肥大の効率は高まりますよと。簡単に言うとね、やみくもにねセット数とか回数増やせばいいってものでもないので、そこは勘違いしないでほしいんですけども、基本的にはそのより高重量でより高回数でよりたくさんのセット数をこなせるようになるっていうのを目標にトレーニングしていただくっていうのがいいんですよ。そうなるとセット間の休憩時間はより長い方がしっかり筋肉が休めるんで、2セット目3セット目もよりたくさんの回数できるっていうのは、まあ、皆さん想像していただければ分かりやすいですよね。例えばスクワットを10回やりましたと、めちゃくちゃしんどかったです、息も荒れてます、で30秒だけ休憩して次のセット行きましょうってなったら、まあなかなかできないですよね。苦しいですし足も疲れたままなので、なかなかたくさんできないですよね。それよりも5分ぐらいね、たっぷり休憩時間をとって息も整えて、ある程度ね足の疲れも取れたところで2セット目に行った方がはるかにですねたくさんできるっていうのは、まあ想像に難くないと思います。わかりやすいですよね。まあなのでしっかりとね3分から5分休憩時間をとっていただいて、長めのインターバルをとっていただいた方が実は筋肥大の効率は高くなるんですね。で実際に1分よりも3分のインターバルの方が筋肥大効果が高かったっていう研究もありましたし、トレーニング研究者を対象にですね、インターバルを1分のグループ、3分のグループ、5分のグループっていう風に分けて行った実験だと、5分のグループが一番筋肥大しましたと、で1分のグループが最低でしたというような結果が出てたりします。こういう形で研究ベースでもトレーニング中のインターバル、セット間の休憩時間っていうのは長い方が短いよりも効果的だよねっていう根拠がねしっかり集まりつつあるので、焦らずにしっかりと休憩時間を長くとって息を整えて気持ちの準備をして筋肉を休めて次のセットにやっていただくっていうのがおすすめです。まあここまではね、まあ理論的な話でね、1分よりは長めの3分とか5分インターバル取った方がいいですよっていう話だったんですけども、まあそれは分かったと、分かりましたと。ただそんなにインターバルゆっくり取ってたらトレーニングやりきれないですと。例えばね、もう今30分しかジムに入れませんとか、1時間しかトレーニングできませんとか、そんな中で3分も5分もインターバル取ってたらやりたいトレーニング全部できませんと、それでもいいんですかっていう話なんですよね。そうやって限られた時間の中でしっかりトレーニングするためにはインターバルの長さを優先した方がいいのか、それとも種目数を優先してインターバルを短く詰めた方がいいのか、どっちなのか気になる方いらっしゃいますよね。これについても研究が行われてまして、高強度のウェイトトレーニングにおいてはインターバルの長さよりもボリュームの方が筋肥大に大きな影響を与える
ということが、まあ、結論付けられています。どういうことかというと、インターバルを長く取った結果ボリュームが少なくなってしまう、ボリューム重量×回数×セット数の総量が減ってしまうよりも、インターバルを短くする代わりに種目数とかセット数を増やしてトータルのボリュームを増やしてあげた方が筋肥大の効率は高まったという結果が出てます。まあ、なので理想としてはですよ、3分から5分長くインターバルを取って、で必要なボリュームのトレーニングをきっちりやるっていうのは理想ではあるんですけど、そんなね自由にトレーニングに時間使える方ってなかなかいらっしゃらないじゃないですか。お仕事のこともありますし、家庭のこともありますし、他にねやりたい趣味もある方もたくさんいらっしゃると思います。で、限られた時間の中でじゃあどういう風にメニュー組んだらいいのかっていうと、まあその限られた時間の中でこう必要なボリューム、必要な種目数とセット数に限りなくね近づけられるように、種目間ですとかセット間の休憩時間っていうのは設定していただくっていうのがおすすめです。まあ、なのでその3分から5分が一番筋肥大の効率がいいからといって、例えば30分しかトレーニング時間取れないのに5分ですねインターバルを取った結果1種目3セットしかできませんでしたっていうことになるよりは、まあ、時間がないからまあ今回はしょうがないというふうに割り切って、例えばねインターバル60秒とか1分とか、もっと短くて30秒とかね、そういうふうにね短いインターバルに設定した結果4種目3セットずつできましたと。でその結果1種目3セットしかできなかった時よりも4種目3セットできた時の方がトータルのねボリュームはたくさん稼げましたということであれば、インターバルが短くて4種目3セットできた方が筋肥大の効果は高くなるんですね。ということで3分から5分なるべく長くインターバルを取った方が筋肥大の効率は高まるっていうことはしっかりと抑えつつも、限られた時間でトレーニングしなければいけないっていう時はその限られた時間の中で理想的なトレーニングボリュームを稼げるようにインターバルを短く詰めていただくというのがおすすめです。なのでその短いインターバルが必ずしもね悪い、劣ってるってわけではなくて、限られた時間でトレーニングしなければいけないっていう方にとっては短いインターバルがメリットになるわけですよね。時短になるので限られた時間でもたくさんの種目、たくさんのセット数をこなせるっていうのがメリットにもなったりするので、そこはねご自身のトレーニングに使える時間と相談しながらですね休憩時間っていうのを決めていただきたいというところですね。でまたですね、理想的なインターバルっていうのは種目によっても若干違うところがあります。より強度の高い種目ほどインターバルは長く、強度の低い種目はインターバルを短くしてもデメリットは少なくなるんですね。どういうことかというと、スクワットとかデッドリフトってめちゃくちゃ強度高いですよね。そういうような強度が高くて筋肉にもしんどい、体力的にもしんどい、息も荒れる、そういう種目は5分ぐらいの長いインターバルを取っていただいた方がいいですね。コンパウンド種目、2つ以上の関節が動くトレーニングですよね。まあ、例えばベンチプレスとかね、そういったコンパウンド種目でもその上半身のコンパウンド種目、まあ、例えばベンチプレスとか懸垂とかだったら、まあ、確かにきついですけど、下半身のコンパウンド種目、スクワットとかデッドリフトに比べたらまだね早く回復できるじゃないですか。そういう種目はもうちょっと短めにしてインターバル3分ぐらいでもいいかもしれないです。そしてアイソレーション種目、単関節種目と言いますけども、一つの動作で一つの関節しか動かない、まあ、アームカールとかサイドレイズとかレッグエクステンションとか、そういったトレーニングはもっとね体力の消耗っていうのは少なくなるので、インターバルは1分ぐらいでもいいかもしれないです。こういう形で種目によってインターバルの長さを調節してあげることで、よりですね時間効率を高めながら最大限に筋肥大の効率も追い求めていくことができたりするので、いくらでもねトレーニングに時間使えるとかね、今日は休みだから2時間でも3時間でもジム行ってトレーニングできるわという場合は、もう種目に限らず3分から5分ぐらいね長くインターバルを取ってトレーニングしていただくっていうのもいいんですけど、今日はじゃあ1時間半しかトレーニングできないんで、全種目5分もインターバル取ってたら全部やりきれないなという場合は、スクワットとかデッドリフトとかそういう特に強度の高い種目だけ5分インターバルを取って、その他のもうちょっとね強度が下がるコンパウンド種目については3分にしておいて、アイソレーション種目については1分にしていただくということで、種目によって長さを調整することで90分に収まるようにしていただく。でまた別の日はちょっと忙しくて1時間しかトレーニングできないと、そういうことであれば、まあ若干ですね筋肥大効率が下がってしまうのはまあ仕方なし
ということで、しっかりねトレーニングを完遂することを最優先にして、もうインターバル全種目1分にして、もう気合でやりきると。もうスクワットも息が荒れてめちゃくちゃしんどいけども、まあそれによってねレップ数が落ちていきますよね。やっぱり2セット目3セット目は5分インターバル取った時に比べて落ちていってしまいますけども、まあそれも仕方なしということで、1分のインターバルでしっかりトレーニングをやりきるというような使い分けをしていただくっていうのがおすすめです。まあそんな感じでね、こうご自身のスケジュールと相談しながらですね、理想のインターバルっていうのを追求して考えていただくのがいいんじゃないかなということで、今回の解説を終わらせていただければと思います。1分以内のインターバルが筋肥大に効果的っていうのは今は否定されつつあって、3分から5分のインターバル取っていただくっていうのが筋肥大のためにはおすすめですよと。ただ限られた時間でトレーニングするのであれば、インターバルよりもしっかりとね決めたトレーニングを完遂する、でボリュームを稼いであげる方が筋肥大の効率が高まるので、時間が限られている場合はインターバルよりもトータルのボリュームを優先させてトレーニングをしましょうと。で、時間効率を高めるためには種目によってインターバルの長さを変えていただくっていうのもおすすめですよというお話をさせていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ビーレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいてチェックよろしくお願いします。その他にも新商品の情報概要欄に記載しておりますので、そちらも確認よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。